まして、愛知県からやってきました株式会社大島商事の大島と言います。よろしくお願いいたします。主催者の方には名古屋弁で好きに喋っていいってことでしたので、田村さんみたいに綺麗に標準語では喋れませんが、ご了承ください。でどうですか皆さん、田村さん素晴らしいですよね。ちょうど時間もですね、11時15分までぴったりですね。タイムキーパーを僕やってましたけど素晴らしいと思います。それから先ほどの内容で800億の、30%、270億はイタリアの国に取られちゃってるっていうのは悔しいと思いますね。4、いくつ作れるんだから作ればいいじゃないですか。それからもっと少額ながら71億と輸出は伸びてる、へえと思いました。大体こういう統計的なものを業界に行くと大体右肩下がりであかんっていう話ばっかりやと思うんですけど、田村さんの集計に少し、特に、私オーダーに絡んでますから、そういうオーダー物という市場は少し希望が持てると思いながら聞いてました。皆さんいかがですか。ちょっと固まってます。ちょっと肩回しましょうか。ちょっとね、首もも回しますか。凝り固まってては多分、ね、頭に入ってこないんですよね。いいですか、次進んで。じゃあやります。コロナ禍でオーダー物は売り上げ 30% アップ、アフターコロナは外販母子対応とオーダー物で売り上げを上げるって書いてます。一番そちらから言うと右が JSTF の橋本君です。彼のところはですね、だいたい10万から15万、もっと、30万とかね、実名は見ちゃダメなんでね、巨人のエッチ監督のところなんですけどね、ね、そんな感じで、多分わけが分かんない。10万円の靴売れるのか、15万の靴売れるのかって思われてると思うんですけど、売れるんですね。理由は簡単です。ロレックス、ポルシェが売れてるのと高級のオーダー靴が売れるのは同じ購買数です。お金持ちが海外に行けず、消費が、高級に向かってる、これだけのことですね。だから橋本君にもコロナ禍はラッキーだけれども、今言ったのコロナ禍はラッキーなんですね。ですが一時的だと思うからあまりはしゃがん方がいいよと、このような話をしました。ですが今靴業界にいてコロナ禍はラッキーだってやつは何人います。多分少ないと思います。で、君ちゃんどう。コロナ禍ことで言うと、買う人を購入してくれる方が結構よく考えて購入してくれると、僕らの上にはビスポークさんって本当に全部手で、僕のところはクブって言ってマシンを一部使うんですね。それの方が、購入者さん的には価格も少し抑えられて、でもそっちの方が、ビスポークさんよりは逆に言うと、購入しやすい形で数が流れてるんだと思います。また小池名刺出しちゃいかんということで、靴業界大手 M 社です。 M 社ね、 M 社で僕のオーダーシステムは13年の実績なんです。6万円この間8万円に値上げしました。8万円の靴で13年で続くと思います。トラブルがあったら続きませんよ。で、先ほど田村さんからリピート率を上げるっていう話がありましたけど、オーダー打つっていうのは大体リピート率が 25% です。で、個人でやってる子は 35、6% あります。
要は、大きな括りで1人の人が買って気に入ったらもう一度買う。喋りにくいんですけど、池袋にある大手百貨店、S 百貨店では、36足買われた方がいますね。 M 社からのものがもうデザインないって言って俺にくりが入りましたから、それは M 社に行ってくれよって言ったんですけど、それぐらいそのリピート率が高い社なんです。じゃあどんどん先に進まなきゃいけないんで進めますね。革靴事業者イノベーションのご提案でございます。コロナ禍は革靴自動車に革靴事業者に何をもたらしたのか。大幅な売上減、これは皆さんそうですよね。それから田村さんの話も出ましたけど、やっぱりイーコマース面白いんですね。で、僕は実は15年前に会社を作って何をやってるかっていうと、オーダー靴をやってるわけなんです。足をデータ化したいっていうことをやったら副産物としてオーダーができちゃうなと思います。で、今でもなんとかイーコマースに、俺の理論だと足を10桁の数字に置き換えれば完璧に3次元が再現できます。今7桁とかですね。そこら辺、足をデータ化するって話ですね。それから、これサブタイトルみたいなのなんですけど、自社の弱みがクローズアップされました今回ね。これなんでも弱みって本当に弱みでしょうかって話なんですけど、次に説明。実はコロナは大手ほど痛みました。でかいメーカーほど痛む。じゃあ小さいところはどうするかと、うちも含めてですよ、方向性を変えればいいんですよね。生き方を変えれば、それはフットワークよくできる。だから弱みと感じているところが強みじゃないかって話ですよね。いい。で、何をイノベーションしたいのかって話ですね。オーダー靴の製造販売にチャレンジし GM ロイを改善、これは交際比率ですね。靴業界の一番いいのは交際比率が非常に悪いですね。在庫だらけで儲からないという話です。2番目、外販母子対応にチャレンジし靴業界の課題を改善。外反母趾もしくは内反小趾というのはですね、成人女子の 30% が罹患している病気だといわれています。ここで直接販売されている方って言います。店頭に外反母趾の女性が来て困った経験がある方は見えませんので、ないです。実は、プツポウルにとって外反母趾の方がなかなか対応できない。それを、対応しちゃおう。これが一つ特徴になるんじゃないかと思っています。で、そこの JSTF のブースに外反母趾対応のプレーンのデザインが入っているプレーンの靴が置いてあります。で、それを女性の方はぜひ 足を入れてみてください。外反母趾角30度用、45度用ってなってるんですけど、外反母趾用の靴に見えますかって言われて、ぶっさいくな靴履きたくないですよね。で、最後、オーダー靴外反母趾対応シューズを世界に、クールジャパンってやつですね。外反母趾に対応するシステムは世界中にありません。日本のストロングポイントとして発信したいと真面目に思っています。オーダー手術を提案したい1、これですね。これ橋本龍ですね。この緑のこれパティノをやってる工程ですね。実は靴とスーツって僕相関してると思うんですよ。3枚のスーツの人は大体1万5000円ぐらいの人だから、20万のスーツなら10倍ぐらいの人が持ってるんですね。じゃあ高級スーツ
海外のブランドに奪われてるだけで国内メーカー全然潤ってないんですよ。国内メーカー、それがあの橋本君とことかオーダーをやってるところはここを網羅してます。で、実は今回強く言いたいのは、実は機械物メーカーすぐオーダーに変換できるというか、一部オーダーすぐやるんですね。木型があり、トーラスターがあり、圧着機があり、全部揃ってるわけで、あと木型の補正方法を変えるだけで、だいたいそうですね、上代13,800円とか15,000円とかで、それの40とか45で、で百貨店に叩かれてみたいなことになってると思うんですけど、それをオーダーにするだけでだいたい2万円ぐらいで出荷できますので、セメントだったら面白くないですかって話です。これですね、レディースオーダーの、レディースのオーダーっていうのはすごいチャンスだと思ってます。レディースのオーダー、女性が2人3人見えますけど、オーダーの経験ってありますか？ないですよね。まあ100人聞いて100人ともないですよ。ほぼないです。ということはそれだけレディースのオーダーって市場ありますよ。特に足に悩みを持つ方だったら絶対です。まずこれですね、9センチヒール、実は2目ですね。後ろからこれがオーダーだとまっすぐなんで、赤いヒール、まっすぐ見えるの分かります？次いきますね。で、そこの JSTF に置いてある靴、これ今から何かっていうと9センチのハイヒール、プレーン、あえてストラップはつけてません。なぜか、ストラップで止めちゃ面白くない。今から走らせます。9センチのハイヒールで走った経験ある人いますか？ないです。このフィット感、これ実は BP パンツって呼んでますけど、既製品なんですね。外反母趾角という概念を加えるだけで抜群にフィッティングが上がります。特許も取れてるんで、独占的に売れると思いますよ。で、今何が言いたいかというと、レディースってほとんどデザインで売ってます。プレーです。デザインは二の次なんです。まずちゃんと足に合わせる、そこを真面目にやるべきだ。メーカーはね、消費者の足にきちんと合わせるってことを真面目にやるべきだって考えています。次が面白いです。この女性めっちゃ外反です。この女性の足が外反母趾に、ね、このパンプスが外反用に見えるかどうかをチェックしてください。いきます。
どうですか、リアクションめっちゃ薄いですね。ここはね、本当はへーとか言うとこなんですけど、感じません？あ、そうですか。じゃあもう一つやりましょう。これこの子、靴のデザイナーの子です。右が45度、左が30度に曲がってます。さあどうだ、これ9センチのハイヒールですよ。デザインはプレーン、何にもデザインでかかとついてきてるでしょ、ストラップもつけてません。なぜだっていう話です。もう一回ここで靴に携わる方は多いと思いますけど、もう一回真面目に足に靴を合わせましょう、そんだけのことが言いたいだけなんですね。そうすると必然的に売れます。デザインはどうでもいいんです。デザインは若い方に若いデザイナーの言うことを聞けばいい。でもその前にきちっと足に合わせることができてない。この中で靴に携わる人で、ああ俺のとこはワイヤーきちっと合わせてるよって言う人あったら手を挙げてください。レギスは外反母趾は必須ですよ。もう一回戻します。